な和紙は寒さの厳しい季節に作られます。東岩井郡東山町は古くから手すき和紙の産地として知られていますが、現在ではわずか4軒の家でしか作られていません。厳しい寒さの中で黙々とすくこの人は、その一人、鈴木金子さん63歳。40年以上も手すき和紙を作り続ける女性の和紙職人です。こんにちは、前田昌也です。毎月第3日曜日のこの時間にお送りしております東日本ハウスヒューマンドキュメント、この人我が道。先月は難病と戦い続ける佐藤力子さんとその家族の力強い生き方をご紹介しましたが、放送終了後たくさんの温かい励ましや、そして感激の声をいただきました。ありがとうございます。今回は800年の伝統を守り続ける東岩井郡東山町の東山和紙の女性職人、鈴木金子さんをご紹介します。和紙需要の低迷とともに、現在東山町の和紙職人は数人になってしまいました。伝統の技をどう守り続けるかが大きな課題になっています。そこで鈴木金子さんと伝統産業を守り続ける人たちを通して、東山和紙の在り方を考えてみたいと思います。東日本ハウスの手します。手すき和紙の生産は岩手県が北限であり、東山町とそして我が郡東和町の2カ所です。東山町の和紙の歴史は古く、平安時代の末期に生産が始まったと言われています。平泉の藤原一族が鎌倉の頼朝に滅ぼされた文治5年1189年頃、藤原一族のお中土たちが東山町に移り住み、農業の傍らに作り始めたものと伝えられています。田橋根山のふもとに神が生まれる里と書いて神上がりと呼ぶ集落があり、名前の由来からも東山和紙の発祥の地と言われていますが、しかし今では全く和紙作りは行われていません。かつて東山町多幸津のほとんどの家々で冬の副業として紙すきが行われ、県内をはじめ東北販売していました。障子紙を主にしていた当時の東山和紙は、機械力による障子紙の出現により大きな打撃を受け、衰退の一途をたどったのです。現在山屋川沿いの小さな集落のわずか4軒が伝統の東山和紙を作り続けているだけです。いいですけど、はい、寒い時大変ですよ。寒い時はうちの中でやりますから。あ、そうですか。今日は天気に恵まれてね。はい、今日本当に春のようです。はい、お話聞いたりするにはね、今日も本当に持ってくる、はい、昔だとこうひび割れたり。そうですね。ねえ、はあ、今はどうですか、やっぱりひび切れたりしますか？ひびはほとんど切れないです。年取って皮厚くなって、うん、いや、ちょっとこう、それ見せていただきます。で、節は高くなって手の格好は悪いですけど、ね、
かこうたくましいという感じのね。金子さんはあの隣の千枚町から峠を越えてお嫁に来られたんですね。はい、そうです。あの昭和の22年というわけですから。はい。とあちらにいた時はその紙すきなんかは全然見たことも聞いたこともありません。そうですか。ええー。じゃあこちらにもお嫁においでになって。はい。と、もう早速あれでしょう、こちらに来ればもう紙すきでしょう。そうでしたね、少しは。ええ。すぐ過いだわけではなかったけどね、下回りなんかパルプ時とかね、あと構図ね、こう自分が3人ぐらいして構図たたき、そのような皮をね、麹の皮を剥いてらっしゃったけど、あれを薬品で煮てから、昔はぶったんです、手で。そのたたき方を下回りをやったんです。来るまではね、はい、この紙すきをしてるお家だなんてことも全然頭になかったんです。全然知らずに起きちゃって、はい、うちにいた時は出て勤めでしたから。あ、そうですか。はい。で、まあ、じゃあこちらにおいでになって、おいくつの時でした、お嫁に来たのは。22歳でした。そうですか。と、それからあれですか、あのこうご主人にね、はい、まあ、あれをしろこれをしろって言われながら、はい、このおばあさんとか、じいちゃんに教えられて、はいはい、と、それからはね、あのやっぱこう女の方がこのすく方をね、はい、中心になってやるという、ほとんど、ね、覚えてから私だけこの紙すき専門で、はい、それはその結婚してから何年後ぐらいに。そうですね、3年目あたりからはほとんど。あ、もう紙すきはもう、はい、もう一番もう中心のね、紙を仕上げる仕事ですもんね。はい、それはその女の方がやるわけですか。そうでした。そうなるとご主人はどういう仕事に回るんですか。やっぱりその当時機械でなかったからね、下回りも大変で、パルプ時やらあと川に持って行って水槽、船って言うんだけどもね、水槽にそのうちでこう揉んだパルプを持って行ってね、船にまたこうさらにこう研ぎ方のお仕事たくさんあったんでね、今のように機械ということはないから、その当時はほとんど手で仕事でしたからね、男のお仕事も大変でした。あ、じゃあもうすくところに持ってくるまでが。そうです、鈴木金子さんは大正15年生まれ、63歳。昭和22年に結婚、2人の子供を育て上げました。その間40数年夫幸三さんと共に紙すき一筋に励んできましたが、去年幸三さんに先立たれ、この冬から女手一つで手すき和紙を守っています。おなたには頼んで配合してもらいますから、後の仕事は全部私がやります、そこがご主人さえいらっしゃれば。そうですね、人頼まなくても、はい、そうです。それが今一番の悩みなんです。慣れない人とかね、年取った人も頼まれないしね。やっぱりそのやってお腹ももう減っちゃいましたからね。はい。もう本当のベテランがもう金子さんお一人でしょうか。まず向こうがパルプ溶かすです、こちらがその配合というのはそのパルプと、それからその構造を配合する、そうです、これがその機械ですね、はい、ここに落とすんですね。あ、こっちを落とす、はい、向こうはパルプ使う方がパルプを溶くとかね、向こうはパルプを溶ったり、はいはい、溶く仕事ですね。そうです、そうするとその機械にスイッチ入れたりはできるけども、はい、この高いところに上がって、そうです、ここからこう上がってきてね、あそこのベルト下げの一番ひどいの。あ、なるほど。あ、かかってるのと、ね、今外してあるのとありますからね。そうです。昔こう手で叩いたのね、その代わりに機械で、なるほど、ダブ手で、ダバン機、ダバン機です。そのダはまあ打つ、バンってのは何ですかね。船さこう変えて、また下ささらかくの船にこう、はい、ダバン、はいはい、また機械の機ね。今ほら杉手さんね頼んで今日始めたと思うね。あ、
じゃあそれをやってくれる人が別にいて、それをその奥様見てらっしゃるわけですな。こう上がってくるからね、こう、はあはあはあ、うん、現在家族は長男陽蔵さん夫婦と孫3人、亡き夫光蔵さんのお姉さんも含めて7人家族です。長男の陽蔵さんは昭和24年生まれ、現在東山町農協に勤めています。紙すきはしたことがないという陽蔵さんはお母さんについてこう語っています。なんていうかね、何も表面的には語らないんだけども、仕事の格好なんか見てるとどうしてもね、あの辛い作業だから時かなんかとにかく水仕事なもんで、冷たいし、あと肌から見ていてね、立ち仕事だから大変だなっていうことで一番心に残ってますね。遊び際盛りにそのお母さんに相手してもらえなかったってことありました？それはどうしてもね、今の子供たちと違ってその時はどうしても家内労働なもんでね、子供としては遠くから眺めてるのがなんか精一杯で、あとなんか自分でただ遊ぶっていうだけが主だったんだね。まあお母さんたちがね、こうすいた紙で遊んだ記憶ありますか？タコを作ったり、あとなんていうかな、それに一応下手でもなんか習字っていうかね、その程度はやったんだけども、どうしてもなんていうかな、それが商品なもんだから、あと眺めてるっていうのが一番ね。なんかお手伝いはしたことございます？だね、あの寒い時のなんていうかな、原料とかそういうものをどうしてもうちだけでならないもんで、車で運んだとか、あと川に持ってって、水にさらすとか、その程度ですけども。あの子供の頃にこの仕事をって考えたことございます？ちょっとね、寒いくて、水仕事があれなんで、どうしてもなんていうかな、見てるのが精一杯で、ああ大変だな、自分としてはどうしてもやれねえなっていうような形でね、今に至ってますけども。おふくろも年なもんで、あと何年過ぎるかなって、でもこのままおふくろだけで終わらせてしまうのもなっていう、なんていうか心残りというかね、そういう感じが常に思ってますけども、やるには大変な仕事だし、1年2年でできることでもないしと思ってね、今思ってますけども。厳しい冬の間だけの農家の副業、しかも衰退の一途をたどっていた紙すきを金子さん夫婦は息子さんに無理強いできなかったのも当然でした。紙すきの作業はほとんどの家で夫婦分業で、機械作業や構造を煮る作業などは男の仕事です。夫構造さんが亡くなり、男手を必要とする作業は大変です。息子の陽蔵さんは時々手伝いますが、十分とは言えません。勢い、近所の人たちの手を借りなくてはならず、気を使うことも多く、そんな時、いつの間にか夫を思い出している金子さんでした。それであのお嫁に来られてね、はい、しばらくっていうのはやっぱりかなり大変だったでしょ？今よりね、朝は早く、夕方、夜っていうと7時までの仕事ですからね、やっぱり若い時は辛かったんです。朝は何時頃からなんですか？朝は6時頃からね、夜は7時頃まで、ほらお客さんが出入りするからね、早くお客さん帰ればいいなと思う時もありましたった。ああ
お客さん来ればお茶を出さなきゃいけない。そう、それはもうお首都さんたちがやるんで、杉方がね、交代なしで毎日入るとやっぱり大変な。客っていうのはその仮眠できたら持ってこうって言ったら、そういうお客さんがお首都さんとの会話でしたからね。嫁子なんかに関係なくね、その当時は一番やっぱり、その人がいればその人を持たせてやるなって分を一生懸命とつかなきゃいけない。つかなくて、あ、じゃあ注文が多いと。今のように給料制でもなくね、昔はね、働く人だったからね。そうなるとあれですか、食事の支度なんかもお仕事さんに任せて。そうです、もう紙すき専門で、専門でしたから。じゃあだから500枚ぐらいはついた時もありますからね。1日にですか。1日に100枚、500枚ね。500枚、はい。はあ、1回あげたら1枚でしょ。そうです、それ500回ね。500回、はい。何、6時から夜の7時頃までだからね、ほとんど休まずにこうやって、はい。だから、はあ、うん、嫌な気持ちもした時ありました。扱うのは冷たい水でしょ。そうです、そうやって。今のようにストーブがないから、火鉢に炭を起こした程度でね、はあ、あとひどいことにね、手慣れないからね、薬品負けして、薬品って水負けなんだね、手がこうプツプツプツと水虫みたいになってね、あの時大変ひどかったんです。手がひどく負けてね、13度だね、それで直したけどもね。で、いっぺんそういうふうにこう手がね、馴染んじゃうと、そうです、もう二度とそういうのはならないなかったの。こういう状態で続くんでないかと思ったら、一回だけね、その時は茶碗も持たれない、そうね、大変な仕事だなと思って、本当に一人泣きしたせずありましたけど。里に帰ろうかと思ったことは、じゃあ。ありました。帰りましたか。帰りません。帰りません。そうなんですね。で、後継ぐ方はどうなんですか。ちょっと見通しがつかないですけど。息子さんたちはこの仕事どんな風に見てるんですか。何、ばあちゃん疲れっから、やめたらやめでもいいからなんて言われて、全然やる気がないし、また一人でダメな仕事だからね、やっぱり二人でなくてできない仕事だからね。やはりご夫婦という単位でやるのが一番いいわけですね。そうです、また農業、まず勤めやめて、その方にありしたってね、とても生活費に間に合うようになわけにもいきませんからね。神様。以前からの懸案であった鉱山和紙の保存運動、去年3月、その紙すき技術が東山町の無形文化財に指定され、行政も保存育成に乗り出しました。とはいえ、後継者はそうたやすく出てくる状況にはありません。そんな中、金子さんの隣の鈴木栄一さんが3年前に父親の後を継いで紙すきを始めたのです。お父さんのね、紙すきをこう継がれて3年目になりますか。そうですね、まあ本格的にすくのはね、3年目ですけども、まあずっと下ごしらえはね、親父がすくのの下ごしらえは ずっとやってきましたから、もう大体20年近くね。そうですか。ですから、まあやるのをこう見ながらね、こう覚えたということですよね。ただやはりこれをやるとなりますとね、そのような覚悟みたいなことが必要だったんじゃないかって思いますけど、どうだったんですか。そうですね、まあいろいろこういろんな仕事やってますからね、一日ね、こう一日中ここに入ってるっていう時間がね、なかなか取れなかったっていうこともありましてね、まあ大変だったんですが、まあいずれやると覚悟してやりだしたということですよね。スケート国体のね、賞状の紙はこちらですからだそうですね。そうです、まあ1400枚のね注文をいただきまして、その1000枚は私がすいて、あと400枚は鈴木敏彦さんのところですきまして納めたんですけどね。ああいうものをすき上げた時の気分ってあるんですか。そうですね、まあ有名なね、
この全国に名の通ったね選手にも渡るんだというふうに思うとね、まあ、だいぶ緊張しましたし、まあ、これでいいのかなっていうその基準がありませんからね、厚さとかねそういう大体の見本でこれでいいということで、まあ、続いたんですけどね、本当にそれでこれでいいのかどうかっていう不安も若干ありましたけどね、まあそれでもテレビなんかこう見るとね、その違った感触があったというようなねその報道もあったんで、まあ若干安心しましたけどね。よき東山町は唐山和紙の産地であると同時に観光地として名高い芸備系があります。年間30万人に及ぶ観光客が訪れ船下りを楽しんでいます。その観光客に目をつけて唐山和紙の実演と即売を4年前から始めたのがやはり紙すき職人の鈴木俊彦さんです。ここには年間30万ぐらいの芸備系っていう観光地があるもので、これとなんとか結びつけて、まあ、紙をね和紙っていうのの皆さんにペアルっていうか認識していただくということも一つの大きな点ですけどね。まあ、この開いてみてですね、いろいろなお土産品とか和紙の、まあ、特徴が出たものはいっぱいあるんですけど、反応はいかがですか？和紙もこんなに予想以上の反応が出たと思ってます。このようなね和紙に対してあまり関心ないんじゃなかろうかっていう点でちょっと心配したんですけどね、比較的そういう点はまあなかったようです。昔からここは、まあ、ご承知のように障子紙が主体で、そして副業でやってきたんですけどね、やはりそれだけではまあ技術的にもまあ伸びないっていうかいいものが出ないので、それでなんとかここをね、副業から脱皮しましてね、なんとか技術的にも伸ばして、まあ、長く、まあ、保存しようという考えからもこういうことをやりました。最近ではやはり和紙で作ったお面ですね、それがまあようやくなんとか出てきましたし、それからあとはしほりですね。しほりっていうのは紙を細く切りまして、それを小よりにしましてね、それを横糸にして肌織り機で織って、それをいろいろなものに加工するというように、まあいろいろな細工とか、まあ、ペンケースとかね、いろいろなものが出てきました。これをもっともっとねいろいろなものに加工していこう、今いろいろ考えてますけどね。東山町では数年前からふるさとセンターで町おこしのための一人一品運動が行われており、唐山和紙を使用した特産品作りが進んでいます。その一つに和紙で作ったお面があります。勝部孝子さんの作るほのぼのとした表情のお面はお土産品として好評です。私もね買ってってくださる方もなおね温かい気持ち心になるようにね、あら可愛いなと思ってこう心優しくなって、自分もそう思ってますのでね、はお客さんも喜んで買っていただけるようなのを描きたいと思ってます。唐山和紙を使ってねいろんな作品がね生み出されて、そしてここの地場産業にね結びつくようであってほしいと思います。一方、唐山和紙を織物にして財布やペンケースなど実用品からアクセサリーまで作って売り出し始めた人は鈴木久子さんです。東山は和紙の里でありますので、ぜひ和紙で皆さんで何か作ってみましょうっていうのがきっかけでした。はい、実際にやってみてどうでした？その時はなかなか本当に私にできるかなっていう不安だけでした最初は。はい、ま
今は結構実演で歩いたりなさってもいるようですけれど、反応はいかがですか？はい、反応はいまいちですね。なんとか皆さん、和紙の温かさをもう少しじっくりと見ていただきたいですね。東山和紙の特徴は構造を主体にしているため丈夫であると同時に素朴な色彩にあります。しかし現在手すき和紙は障子紙や笠紙への需要はほとんどなく、付加価値のある利用を考えねばならない時期に来ています。一番の問題はやはり後継者の問題なんですよ。これをなんとか要請をしたいというんですね。その前提となるのはどうしたって伝統産業としての、維持だけではできないなということで、なんとかその産業的に、やりたいと。私はやっぱり、鶏と卵の関係もあると思うんですが、ある程度観光と結びつけて、産業的な形でもなれば、おのずと後継者もね、この出てくるのかなという感じを持ってるんです。金子さんは現在領紙という神社やお寺で使う紙を中心に生産しています。宮城県からも注文が多く、県内では大東町の神社が毎年金子さんの漉いた紙を求めています。ずっと利用させていただきまして、なかなか紙の質もよろしいですし、使う用紙としてしましては何て言いますか、厚くなし薄くなく、本当に、良い、用紙ということで、今後ずっと利用させていただきたいなとこのように思っております。じいちゃん丈夫な時は何かで紙のおかげで内職ということもなし、夏場はやっぱりちょっと勤めるけんともね、冬仕事にまあいい仕事だったねって、たまにはねこうあれだったけんとも、まず仲良くやってきたつもりだったね、いい仕事だったねって言ってましたか。40年間を振り返ると様々な出来事が巨大します。一人前の紙すきができるまでの辛かったこと、育児もそこそこに早朝から1日500枚の紙をすかなければならず、お乳を飲ませるのさえ大変だった時期、今では辛い思い出も懐かしい気持ちになるとです。金子さんにとって紙すきは伝統を守るなどと大げさなものではありませんでした。良い紙をすくことは暮らしを守ることに他ならなかったのです。現在は長男夫婦がすでにしっかりと家を支え、紙すきが家計の中心でなくなった今、紙すきは夫幸三さんの亡き後、金子さんにとって東山和紙の伝統をしっかり守り続けることなのです。さて来月はこの春最後の卒業生を送り出すと廃校になる姫上小学校伊佐小沢分校の先生、広田次助さんをご紹介します。沢口恵子さんは玉山村姫上小学校伊佐小沢分校の6年生です。1年生の時を除いてあとの5年間は生徒1人先生1人の学校生活を続けてきましたが、ついに新しい1年生を迎えることなくこの春中学生になります。そして彼女を最後に34年間続いた姫上小学校伊佐小沢分校も閉校になるんです。今まで恵子さんは
最後の教壇に立つのが広田次助先生58歳です。伊佐子沢分校に来て3年間、僻地教育に情熱を傾けてきました。そういう楽しさがまた増えてくるよね。こんにちは、前田正です。東日本ハウスヒューマンドキュメント、この人我が道。先月は東山町で手すき和紙を守り続ける鈴木金子さんと登山和紙の現状等を見てきましたが、伝統産業を守ることの大切さと、そして困難さをしみじみと考えさせられました。さて今回はこの3月22日に34年間の学校の歴史を閉じる姫上小学校伊佐子沢分校と、分校最後の先生となる広田次助さんの小学校教育に傾ける情熱、そして40年間の教員生活をご紹介します。山北側の海抜600メートルの山間地に現在7戸の家が生活しているのが伊佐子沢の集落です。戦後間もない昭和21年11月、隣の集落や北海道から15世帯が開拓として入植、水田や酪農で生計を立ててきました。昭和29年姫上小学校伊佐子沢分校が誕生、現在までに58人の卒業生を送り出しています。しかし過疎の波はここにも容赦なく押し寄せてきました。そして半分以上の世帯が伊佐子沢を後にしていきました。当然のことながら子供も減り続け、昭和59年現在の6年生沢口恵子さんが最後の入学生となってしまったのです。小学校教育のベテラン広田先生がここに転任してきたのは、恵子さんが4年生に進級した年、3年前の春でした。彼女にとって3人目の先生です。一方広田先生は僻地への転任を希望していたものの、生徒一人の学校とは考えてもいませんでした。着任にあたっていくらかの不安がよぎったといいます。ここまで来るとまたさすがに寒いですな。それにしても静かなとこだ。ごめんください。あ、お邪魔します。あ、どうも。あ、いらっしゃいませ。お待ちしておりました。どうも。さあどうぞ。まずソチャですけども。すいません。先生も分校も間もなく閉校ですね。そうです。今お気持ちいかがですか。まあ、あのこの部落の人たちがね、せっかく作った分校なもんですから本当に惜しいなと思います。私個人としては、はい、まあ寂しい感じもしますけどもね。先生ご自身がこちらに転勤してこられたのはいつ頃ですか。3年前ですね。3年前、3年間そうですここでね、教鞭取られて、あの転勤なさった時ですけども、はい、ここにこうおいでになった時の最初の感じはいかがでしたか。僻地校とは言ってもね、1対1ということは、はい、
想像しなかったんですよね。全く先生は未経験でいらっしゃった、その1対1という。そうですね。そうですか。でそれまたその予想してらっしゃることもなかったんですか、そうなるであろうなんてこと。そこまではちょっとね、まさかと思ったところに、僻地とは言ってもね、やっぱり1名だけの学校っていうのはちょっと珍しいですよね。あの何学級かあるうちでね、一クラスだけ一人っていうのはあるかもしれませんけどね、そうです。大変なところに来てしまったななんてことありました。いや大変だということじゃなくて、やっぱりあの1対1で教育する、マンツーマンということはね、なんかこう恐ろしいですね。あの教えやすいんじゃないかって考えますね、その反面で、なんか私の悪いところがね、全部こう映っていってしまうんじゃないかと思ってね、そうすると、なんかとても恐ろしい感じがしましたね。そうですか。実際にこうやってらっしゃってね、こう一対一であることの難しさっていうのはこうどんなところでお感じになりました。あのよくわかるまでお話できそうです、はい、ね、それから向こうからも質問されそうです、ところが1対1だとそれが難しいんですね。かえって難しいですか。つまり、あの恵子さんは恵子さんの考えなわけですよね、私もこういろいろの方面からこうやるわけだけども、やっぱりこっちも一人ですからね、すとその今こうこういうことを理解してもらいたいと思ってもね、ちょっとずれてると、その時に違う子供がね、パーンと脇からこう入れてくれる、そういうことないんですね。ですからちょっとそれたら、なかなかそれをこう軌道修正できないってことね。それがこう毎日の授業の中でね、何度かありまして、まあ初めの頃それで戸惑いました。あ、そうですか。やっぱりあのビシビシ注入すればね、それでいいというもんじゃないでしょうからね。そうですね。これから心の学習はしてます。一人だからといって省略はしません。ちょっと照れくさそうですが、初めの言葉や終わりの挨拶もしっかりと行い、けじめをつけています。一見微笑ましく見えますが、さまざまな苦労があります。挨拶のことは随分気をつけてきました。あ、そうですか。私自身子供の頃からね、挨拶がよくできなくて、でこう会いますね、なんて言おうと、田舎ですからね、いろんな挨拶の仕方あるでしょ、でおはようって言っていいのか、この時間だからこんにちはかな、いやお昼だからなんていろいろ困りますよね、だから子供たちにはこんにちはとか、こんばんはとかね、おはようございますとか、それはもう端的な挨拶でいいから、まず心を込めて挨拶をしようと、そこから一日がっていうかね、その人と人との関係が始まるのだよと、それだけはやってきたつもりですけどもね、案外自分の挨拶を忘れてて、あらっと思ったですね。2人分の給食が運ばれてきました。授業を中断して受け取りに行きます。毎日が給食当番です。もうじき卒業ですね。どんな気持ちですか。寂しいです。寂しい、はい、寂しいってあのどうして。分校がなくなるから。これから中学校に行くっていう楽しみはどうですか。いっぱいあります。いっぱいある、はい、どんなことが楽しみ。
みんなと一緒に勉強ができるし、うん、遊んだりもできるので楽しみです、うん、最初にね、ひょうた先生と勉強するようになった時は、ひょうた先生どんな感じでした？あんまり好きじゃなくて、うん、勉強はあんまりうまくいきませんでした。あ、そう。へえ。あの、どういうところが気持ちが合わなかったのかな？休み時間とかに遊んだりできなかったから。それから3年間一緒にね、先生とお勉強してて、今はどうですか？楽しいです。楽しいの？はい。今3年間一緒に勉強してきてね、ひょうた先生とお別れすること、どんな感じでいます？あんまり長く一緒に勉強してきたけど、短かった。あ、そう。3年間経ってみたらば、なんか短く感じる。はい。ひろた先生に、はい、今ね、言ってあげたいことってどんなことですか？だいたいお父さんと同じぐらいだから、体に気をつけて頑張ってほしい。恵子ちゃんは卒業して中学校行くんで張り切ってるですね。とっても喜んでました。あの、最初に見た恵子ちゃんとはどんな方ですか？やっぱりあの、非常にはっきりした子供でしたがね。あ、ただ、やっぱり一人だけっていうことで、こうあんまりこう、話を聞くときなんかね、独り善がりな聞き方とか、そういうことが多かったんですがね。あ、そうですか。まあ、いろいろ、いろんな例を挙げながら、まあ、時には口が悪者になったりしてね。そしていろいろやってきましたけど。その後の成長ぶりはどうですか？まあ、この頃ではあの、話す態度にもね、それから聞き方もとても良くなりました。どんどん会ってこう話してとってもしっかりした子ですもんね。その点はとてもいい子供です。ああ、そうですか。ご苦労ありがとうございます。ここに来た子もそれでびっくりしたんですから、いや、こんなにはっきりした子供がいるんだなと思ってね。そうですね、先生、この車、これ先生が通ってらっしゃる車？そうです。そうですか。いや、なんかこうね、どどとこ優しい感じの先生と、いやいや、乗せに来ればというか、どこかこう、実はですね、そのここに着任した頃にね、給食をここトラックで運んでくるんですよね。給食を運んでくる方がね、先生この車じゃねえというわけ。それまでこう乗用車、乗用車だったんですね。この車じゃっていうもんだからね、あっちこっち見て歩いてるうちに、まあ、教え子が車をやってるもんですから、それがね、ちょうどいいのあるからっていうので勧められてこれ買ったんです。あ、そうですか。ちょっと拝見します。いやいやいや、これだったら本当こう、ね、山野どこ行くにも、まああの、雪の坂を登ってくるのには大変丈夫ですね。あ、いいでしょうね。そうですか。ですから、まあ乗用車では途中で浮いてきたんじゃないかなというところに登ってきましたからね。あ、そうですか。もう登りきれなくなればね、でもやっぱり学校に来れないということあるでしょうからね。あ、やっぱね、まあ、この坂ですからね、これでさえチェーンマークほどあるんですから。そうですか。まあ助かりましたからね。こう背広にネクタイでこれを運転なさってという、こういう風にして帰ってらっしゃったんですね。ちょっと格好そうじゃないと思いますよ、普段は。あ、そうですか。学校入れになる時は、普段はね、あまりこれ、あ、そうですか。いや、まあそうですね、いやね、帰って、似合うかもしれませんけど。あの、それスポーツの方がいかがなんですか？下手の横好きで、いろいろやってみたいんですけども、どれもこう、これはやりますっていうのないんですね。むしろできない方が多いくらいです。そうですか。ただ飛び回るのは大好きです。じゃあここにいらっしゃる時ももう恵子さんと、4年生ぐらいの時はちょうどよかったですね。
あ、そうですか。だんだん体力ついてきたもんね。こっちはだんだんこう考えすぎですね。そうですか。広田実助先生は6人兄弟の5番目として昭和6年盛岡市に生まれました。小学校2年生の時ご両親を相次いで亡くしたために矢巾町の叔母の家に引き取られ不動小学校に通うようになります。そして終戦、昭和25年玉山村の小出小学校で初めて教壇に立ちます。27年に同僚だった光子夫人と結婚、30年には長女光子さんが誕生、3年後長男の修さんも誕生し、4人家族の生活が小出小学校の教員住宅などで昭和36年春まで続きます。そして葛巻町の小田小学校、西根町の平館小学校、盛岡市の上田小学校、玉山村に戻り玉山小学校、そして昭和62年に姫上小学校を伊佐子沢分校へ転任となり現在に至るのです。実に40年間にわたる教員生活です。あの山飛騨の学校をこう転勤していかれるってなりますと、子どもさんいると子どもさんの教育の環境問題とか、そういうことってお考えになります？もうその場所の学校に入れるっていうのが持論でしたから。だってね、自分が行ってやってる学校に自分の子供を預けられなかったらね、ちょっと変じゃないんですか？そうですね。ちょうど職員室に用を足しに降りた途端の地震だったんですよね。どうやら静かになったというので降りてきたんですね。そしたら古い校舎のもんですからね、階段がこう昔の校舎って高いでしょ、階段がね、あれこう降りてくるのがもう雲の上でもこう降りてくるような感じね。クラスの子みんながこう、先生にも。そうでした。その何人の生徒たちだったんですか？あの当時は40人近かったね、だからこう私の後ろにずっと続いてるわけよね。そしてみんなが避難してるところに行って、人数点検しろって言ったらこっちの人がガガガガッと来ちゃってね、それをそのままこう通信に書いたもんだから、子供たちにしばらく冷やされましたけどもね。私なら私がね、できないながらもいかにこう工夫するかね、そのことで子供たちとどう結びついていくかと。やはり何かを教えるとかさ、何かを与えるという構えでいくと、やはりね、ここの子供はいいとか、ここの親たちは悪いとか出てくるんでしょ。そうじゃなくて、やはり子供を中心にして考えていくと、そこの中に自然と方法論もね、いろいろ出てくるんじゃないかと思います。学級通信による家庭とのコミュニケーションを大事にしてきた広田先生は、伊佐子沢分校に来ても毎週分校通信を発行しています。集落全校に配布して地域のコミュニケーションに役立てています。今ではその発行数も通算で200号、赴任してから実に150号以上になります。掛け算で言えばよくわかる授業を目指して、最近では特に算数についての研究を続けています。いろいろな教師の話を聞き、自分の生徒に当てはめて考えています。先生にとっては初等教育において数の概念をどう育てるかが今大きなテーマなんです。一緒に仲間としてね、同僚としてこう生活している中でね、なんかこう爽やかなんですよね。あまり口数は少なかったんだけど、もたつきがないって言ったらいいかで、私は比較的締まりがないって言った方がいいんですけどね。そう、もたつかないって言ったらいいかな、仕事がこう機敏に
まあ、うちの中でもそうだけれどもすごくせっせとこう仕事をやるんですけど、それが職場の中でもそういうところがやっぱこうなんか気に入ったような気がします。ご主人とその教育方法とか、その考え方とか、そういう点ではどうだったんですか。ぜひ子どもたちにはそういうことを入れながら、まあ勉強もするし生活もするし、でやっぱり働かないと心が作られないって言ったら全部イライような話するけども、働かないで勉強ばりしているっていう生活っていうのは役に立たないんじゃないかっていうのは二人の意見でね、よく。長女の幸子さんはやはり学校の先生になって昭和54年教員と結婚、現在二人のお子さんがいます。父については親父についてはまあ怖いなっていうような感じはありましたけどもね。そうですか。まあ怒ると怖いと、中学校の時にまあ父親について印象深いっていうのが一つだけありまして、親父にお前高校入るのかって聞かれましてですね、入るって言ったら何しに入るんだって言うんですよ。いや答え用意してなかったんでちょっと戸惑ってしまいましてですね、そういう思い出があります。今その意味はお分かりになります？そうですね、今考えてみればそのやっぱり目的を持ってということだろうなとは思いますけれども、あまり考えて生活してる方じゃなかったもんですから、みんなが入るから入るというような感じでしたね、自分では。その頃はですよ、先生にとって今年の年度末は特に忙しい。卒業式と分校の閉校式が重なったからです。記念誌の発行も先生の仕事です。校正に余念がない先生、実は恵子さんが習字のコンクールに入選したのが嬉しくて記念誌に載せてしまったのでした。猿か熊にもいるような大に住んでるんだよ、じゃあもうその開墾が大変だったでしょうね。そうです、その木を伐採して、その後開墾したんですよ。このところに入職した方は何軒ぐらい、その時その当時15軒です。その辺の時のあたりの苦労話はありますか？そうですね、あんまりそういうことはもう苦労だらけ、苦労だらけですな、なんとなく寂しいんですな、いや学校なく、あるとないとのは大切な差がありますからね。毎週月曜日は5キロ離れた本校で授業を受けます。恵子さんもこの時は仲間を得て心が弾みます。朝礼での最後の発表の日です。自分の好きな谷川俊太郎の生きるという長い詩を朗読しました。広田先生も彼女の真剣さに打たれ激励を惜しみませんでした。生きているということ、当日はテープレコーダーを持参して記録に余念がありません。子供同士がこう競い合ったり切磋琢磨をしてこういろんなことをするということがないわけでございまして、他校との交流といいますか、それを通して学習をするようにいろいろやっておりますし、伊佐子沢にも今年は早い春が来そうです。二人だけでの勉強もあとわずか、恵子さんとの授業にもつい力の入る広田先生です。というのも今年度で姫上中学校が統廃合になり、今年から十数キロ離れた牧堀中学校に通うことになったため、より社会性を身につけさせてやりたい願いと、大勢の中でも頑張れる精神力を
養わせたいからです。40年経ったんだと思うしね、やっぱり学校の先生ってね、あと何年しなきゃならないなんて考えたら寂しいんじゃないですか。うん、やっぱり 今の子供たちをね、なんていうかな、相手にしてないとね、そんな気持ちです。でも幸せなお仕事だと思います先生って。そうです、本当にね、もし先生してなかったらね、ちょっとこう荒れた生活してるかもしれないと思うことよくありますよね。そうですか。やっぱり子供たちが前にいるからね、いくらこう変な状況になってもね、立ち直ってこなきゃならない。それでこの40年持ったんだと思います。子供からうんと吸収してね、若返ってあと2年暮らしたいと思ってました。3月3日本校で6年生を送る会が開かれました。全員で20名と少ない集いですが、良い思い出を残そうと生徒も先生も一緒になって楽しみ合いました。明日3月19日月曜日、分校の恵子さんを含めた7人の姫上小学校6年生の卒業式です。そして3日後伊佐子沢分校の閉校式が行われ、34年間の分校の歴史に幕が下ろされます。分校最後の教師を務める広田次助先生、その胸の中では40年間の教員生活に重なり合って懐かしさと寂しさが交錯しているのではないでしょうか。東日本ハウスがお送りしてきたヒューマンドキュメント、この日と我が道、これまで12回にわたっていろいろな分野でその道一筋に歩む人たちをご紹介してまいりました。この番組に登場した方々の生き方は人生の尊さ、そして生きることの素晴らしさを私たちに教えてくれたような気がします。1年間どうもありがとうございました。この放送は東日本ハウスの提供でお送りしました。